はい、撮れてるでしょうか。今ジャスティン君が映っていますね。昨日はちょっとしたことがあったので、ちょっとじゃないな、こっちにとっちゃちょっと大きなことがあったんですよ。まあゲームを始めながら話していきますね。おはようございます、赤花です。じゃあ同期いきますね。 1,2 のはい、 1,2 のはい、 1,2 のはい、以上。この絵画とかこの格好とかいろいろ見慣れないものが多いと思います。あと、あ、そうだ、まだ日付が変わる直前、一日の始まりの直前なのでちょうど紹介できますね。キャンプサイトに来ていた昨日とある子が来ていて、その子と何回も勝負をして、流動枠、動いてもいい枠の一人であるホッケー君とその子が入れ替わることになりました。じゃあ挨拶しに行きましょう。もう間もなく出発ですね。こうお別れするんですけど、また別荘ではあるので、あのハッピーホームパラダイスは助かりますね。じゃあまたあの島で会いましょう。またね。テントの中にいる子にも話しかけてみましょうか。ちゃんと分数進んでるね。よし、進んでるね。こちらです、ビス君。あ、大丈夫です。このピース君と昨日ものすごい激戦を繰り広げまして、ホッケ君と交代でこの島に、明後日かな、4日にホッケー君の場所がフリート地に変わるから、5日、3月5日分の放送でピース君が引っ越してきてくれることになりました。その様子も収録したし、結構勝負も長引いたので、おそらくカットして入れるかもなーとか思っていたりしてたんですけど、話しますね。昨日録画失敗してたんですよ。私の使ってるゲームキャプチャーのソフトの、あの、下の、時間が進むデジタル表示のカウンター。この数字が、最初から動いてないなっていうのを気づいてたんですよ。でも、ただ表示ができてないだけかなと思ってたら、どうやらここの数字が動いてないと録画してないんですね。知らなかったです。で、昨日は結構大きなイベントというか出来事がたくさんあったのに、録画失敗してしまってもう、げんなりしちゃったんですよ。失敗したっつって、こうやって失敗するのも初めてだから、まあ、あと昨日、まあ、あともう一つの大きなイベントとしてペチュニアさんの写真をもらうリセットマラソンを何回も行いました。音声は撮れてるので何回目ですとか言いながら写真をリベンジしてたんですけど、10回目で写真をもらうことができました。確か朝の分ももう撮れてないから言わないといけないけど、ハッケミさんの占いでペチュニアさんとはもうあなたとはもう大変深い仲ですよ、これ以上にないほどの絆で結ばれてますよって言われてたので、ラッピングを取り
もうここのスコップのここにアイアンのドアプレートを置き、すぐ渡せる状態にして何回もリセマラしてました。その末やっと入手できた1枚です。嬉しいなと思って、これも収録できてホクホクだなと思って、全部3時間ほどの収録を終えて、あの録画ボタンをポチって押したなら、あれ、いつもやってる書き出しの注意書きがないなと思ってファイル見てみたら、全然取れてなくて、なんか肩透かしされましたね、あれは。はあ、って感じです。今のモードを気に使えるかな。新しい一日が始まるまであと3分か。今見たから思いついたけど、ドアプレートを取り出しましょうか。1、2、あと豪華な額縁も、あ、この豪華な額縁も昨日豆粒さんのお店で買った新しい家具です。包んで、マーサさんとアプリケさんの分ね。他にもなんか昨日変わったところないかな。なんかいろいろ変えた気がするんですけど、いろいろ一日の中にありすぎて、何が起こったのか何をしたのかもうすっかり忘れちゃいました。まあちょっと時間が来るまでのんびり散策しましょうか。ここの放送分は多分載ってると思うから、はい、これはまあいいか。またあの黒盆の離島に、黒盆の小島に新しく金のバラが一つ植えてたので、ここに植えてます。こっからここの黒バラは金バラにしようかなと思ってます。ちょっと咳します。先ほどちょっと辛いもの食べたので、塩辛いもの食べたので喉が乾燥してるかもしれないです。ちょっとまた怖いな、録画撮れてるかな。うん、今度はちゃんと撮れてます。ちゃんと10分間撮ってるみたいです。5時を迎えるわけだけど、どうしよう。神社で5時を迎えましょうか。本当は階段の正面にこのお家が来るようにしたいんですけど、階段2マスですからね。では改めまして、おはようございます。あ、青か赤かどっちでしょうね。はい、では改めましておはようございます。念のためカットしてると思うから、1、2の、はい、まず手紙を、あー、そう、昨日ジャスティンさんも来てて模型を頼んだんですね。と稲荷マーケットで買ったもの、あとペチュニアさん、調子はどう、カーボンさん、あなたがちゃんと眠れてるか急に心配になっちゃったの。疲れを取るのに睡眠ってすごく大事なんだから、おすすめ快眠グッズを送るわね。試してみてちょうだい、眠れるペチュニアより。
何かもらいました。4つ。まず落ち着いた名画から。うん、偽物だ。昨日デコポンで常吉さんの美術品をもう一個買うのを忘れて、また忘れてしまいました。アイマスク、これは持つか。ジャンパースカート、あー、とりあえず離島に行きましょう。あ、あと昨日からでしたって、こうやって文をもうどんどんこうやって繰り返し読むことになる、繰り返し読むことになるセリフはもうバンバン飛ばしていこうと決めたのは。で、決めてやってみたならとってもスムーズで、やってる側も快適だったんですよ。ちょっとリアクション、この動物さんたちのリアクションが薄くなるのが欠点ですけど、まあやってて快適ならいいかなと思います。あ、モナリザだ。ちょっと近くで見てみましょうか。あれ、このモナリザさん眉が上がってないから本物か。常吉さんのセリフももうバンバン飛ばして短縮を行います。オートセーブはされないですね。あ、だったら、あとハッキミーさんのここのセリフの飛ばしもしましょうかね。マーサさん、ペチュニアさんは写真をもらったので、次はマーサさんの占いをする番です。パニーが写ってるな。パニーよく見たら尻尾があるんですね。もうあのポンチョ服に、ヒッピーポンチョ服、ヒッピーか、ヒッピー服に紛れて尻尾ないもんだと思ってました。尻尾がちょこんって服の間から出てるの可愛いですね。あれ、真っ赤だな。あー、もうちょいか。あ、ちなみにこの文は B ボタンでスキップはできません。占い特有の不思議な空間にとらわれているので、ここは飛ばせます。お願いします。本当はこのあつ森放送、この日記は垂れ流しがいいなとは思うんですけど、ロード画面とかで結構喋れないことが多いんですね。話題が切れているのと、あと昨日録画失敗したのでちょっと熱が冷めているのと、あと単純に今眠いのとありますね。で、昼間にこういう録画は済ませておかないと、夜になったら家族がみんな揃ってリビングでわははっていろんな談笑をするんですね。さすがにそこをそういう時に録画録音をしてしまうと、その音声が入ってしまうと思うので、その時間帯はちょっと避けたいんですよね。で、夜になるとあの結構声を上げるから、寝てるみんなにみんな起こしてしまうかもしれないし、なるだけ昼間に撮りたいと思うんですよね。あ、ただ運勢上がっているといいけどな。あ、やった。
全然上がってください。ありがとうございます。続きまして、豪華な額縁をリメイクしてもらいましょうか。壁掛けでホワイト、あと海津さんのリメイクはまあこれは前から飛ばしてたか。何が合うかな。単純に今ブラウンいいなと思った。よく見たらフレームの柄もちょっと違うんですね。ブラウンが一番ついてるな。まあまずブラウン以外のものをリメイクしましょうか。5200使うんだな。足りるかな。よし、足踏みなし。海蔵さんにリメイクしてもらってる隙にいろいろ飲み物飲んだりとか一息ついたりできるんですよね。昨日はお出かけをした後に収録をしたので、こういう繰り返しの作業とかものづくりしてる時、ロード画面とかの時でも比較的いろいろ話していたんですよね。今日こんなことがあってって。でもまさか録画失敗してるとは。痛いな。でも録音は失敗してないんですよ。ちゃんと撮れてて、録音データは。でも音だけ流すっていうのもな、ラジオみたいになっちゃう。やっぱ映像あってのこの音声の録音だと思うんですよ。百聞はなんとやらですよ。百聞は一見になんとやら。でちょっと今日声のトーンが低いの分かるでしょうか。まだちょっと立ち直れてないんですよね。さてこれでリメイクは終わりだけど、何しようかな。なんかこれいいな。アクリルの風景が、アクリルなんだ。あとはどんどんぐりさんにいただきます。どんぐりをもらい、特にないですね。今日は1個だ。2日前は6個もらえたんですよね。あ、ちなみに今回の収録ではペチュニアさんの別荘を作る予定があります。ペチュニアさんの写真をもらったので、晴れてペチュニアさん殿堂入りです。殿堂入りを果たした住民さんを、住民さんの別荘を作っていこうかなっていう計画です。あ、でも序盤の方はもう写真をもらってないというか、まだ荷重シートに来たことのない住民さんの住宅も作ってしまったので、なんかあ、フェスだ。いろんな住民さんのお家はもう結構作ってますけど、別荘に立ってる住民さんから全て写真をもらったというわけではないです。もしあっちのフェス会場にメッセージボトルがあるというなら、今日はメッセージボトル拾うのはやめます。あ、いかん、あっちにある。今日に限ってって思ってしまいますね。この DJ ケケのライブはぜひ他のサブキャラが30件のエンディングを迎えた後に開放したいですね。おはようございます。はい、
あれ餅つきのがある。んーでもそん急に必要じゃないな。じゃあフェス行ってきます。かっこ嘘、すぐ帰ります。で今日、あ待って、今日フェスだからペチュニアさんを連れてきたとてここにすぐ座ってくれるわけじゃないのか。うわー、なんてこった。じゃあ今日お預けか。この光苔の光る胞子、胞子が空に舞うのいいですよね。私この作品のエンディングを初めて見た時も鳥肌立ちました。動物の森も進化したなぁと思った一瞬でした。あのエンディングは、あのいろんな実況者さんのハピパラのエンディングのあの初見の様子見るんですけど、みんななんか呆然と驚いて呆然としてますね。ああいう反応見るの好きですね。結構一緒なんだなぁって共感できて。またちょっと怖くなってきたから録画見直してみますね。うん、ちゃんと秒数進んでる。今27分撮ってるみたいですね。じゃあ一日始めていきましょうか。今日は友情運が上がってる。やろうかなって思うのはものづくりと料理ですね。あ、鮭いるかな。いた。だからこっからじゃちょっと届かないから、えい、鮭ゲット。カルパッチョ作るならもうこのままでいいのか。火は使わないと思うし、こっちか。今の時期ならお気に入りしてもいいかもな。うん、美味しそう。料理してものづくりか。結構青バラ積んだので、あ、まあ、こんなあるか。あー、オッケー君がちゃんとさよなら言えてよかった。この写真は後で写真館さんに握らせましょうか。ん？今日 DIY してる子誰かな？あ、アプリケさん。突撃。おはようございます。オレンジパウンドケーキ持ってない人は持ってないかもしんない。じゃあ早速みんな起こそうかな。誰か覚えてないかも。これどうぞ。ブーンって飛ばすと会話は飛ばし飛ばしになるけどスムーズですね。あと私自分の実況を見返しながら思ったことがありまして、意外と口が速くなってるというか、
早口になっているっていうことを自覚しました。そんでもって早口な割によく噛むんですよ。噛むし、なんか舌足らず、ちゃんと発音できてない。聞いててあちゃーとはなりましたけど、まあ仕方ないかなって思います。もう何の気なしに一番気楽に喋ってる感じです、この今の調子は。つまりデフォルト、もともとが早口だったっていうこと。早口言葉は好きですけど、言えるかどうかさておいて、よし、これでおそらく30あると思う。あとは、昨日の芝生の色が、ちょっと3月、北半球でいう9月に入って、色あせましたねとか、そういうのも話したんですけど、映像がないんじゃ話にならないから、もう全部カットですよ。明日の、もう昨日の収録なかったことになりましたからね。昨日という一日はちゃんと濃く残ってますけど、私の頭の中には。日記に残せなかったことが悲しいです。これはちょっとデジタル日記のもう逃れられない差がですよ。ちょっと飲み物飲みます。その岩を全部叩くのは金運が上がった日だけにしようかなと思うんですよね。ちょっと素材が集まりすぎてるので、どうしよう、もう受け取っておこうかな、せっかく見たし。200に300に300、800マイルゲットです。オレンジパウンドケーキをアプリケさんが作ってるので、もしかすると誰か覚えてないかもと思ったので、今日は早速ここで全員集合させてみましょうか。時にはこういう日もいいよね。いっぱい人呼んだ後だとここに貝殻溜まっちゃってるな。ここには溜まるものの、こういうところは結構ポツポツ開いてたりするんですよね。なんかあったのかな。あと今日放送でいた。しかもセーラー服の方か、海賊の方ではないのか。このジョニーさんがいたら、とあるものをしばらく助けたのに、とある今また遅く、いや早くなってたな。よく言葉間違うし、噛むしで、早口だしで、実況慣れしてないですね。じゃあもう一度いきます。このセーラー服のジョニーさんを何度か助けると、後々もらえる素敵なもの。で、この赤鼻の子は、もう、このジョニーさんからもらえる素敵なものはもらったんですけど、サブキャラのあと3人、デコポン、バタークリーム、クロボンは、まだ、たくさん助けてないんですよね。だからサブキャラでプレイするときにはこのセーラー服のカマメさんを起こして救助しようと思います。それまでちょっともうちょっと掴んでヤシの木の根元の方まで引っ張ってあげられないでしょうか。足が冷たそうです。夏の海って冬の海より冷たく感じるってありますね。あ、そっか、こんなもんか。コンクリートの壁はさっきアプリケさんにもらったものか。これとさっきのレシピはサブにあげるように
置いといて、あ、もう全然読んでる。 L? L? 誰か持ってないような。他にもちょっと持ち物を整理して、これで、じゃあ今日は早速住人呼び出しに行ってみましょうか。写真館さんを呼び出しましたが、おそらく、今ずっと無言だったんですよ。編集で今のロード画面の部分をカットしようと思ってたので、で、あと写真館さんにホッケーくんの写真を預かってもらいます。で、この後来るのがピースくんなんですよね。ピースくんは灰色のネズミさんなので、なんか灰色に近いお花を添えようと思うんですけど、黒くて灰色に近いこれ?これかな?あと一緒に操作するとカメラの移動が抑えられるんだった。メッセージボタン。ありました、ありました。続いて倉庫番さんへ。よし、取って、あ、で、確か倉庫番さんは今回逃げ出せたいものがあるから、ちょっとこっち来て、こっち来て、せっかく泊まってくれてるから、まあ動いてもらうしかないけど、この名画を預かってもらおうと思って、預かり屋さんですよ。じゃあ続いてデコポンへ。デコポン、雨の日の格好のままだな。もう極力濡れてもいい格好をしてます。ちなみに昨日3月3日は雨は降りませんでした。ただ現実では新月だったみたいですね。はい、バタークリームの格好はこんな感じです。12人絵でしたっけ。昨日はひな祭りだったので、このカーボン、あ、この子とこの子、この2人は、あ、間違えた、この二人はおめかししていたんですけど、もう収録できてないからその話もなかったことに。あと昨日夜空が、この果汁シートの夜空がとっても綺麗でした。それも収録できたから、見返すとまた、勝手に動くコントローラーは黒ボンにしています。あとちょっとみんなが何を持ってるか見てみましょうか。デコポンはコーヒーあり、バタークリームは、あ、コーヒーあり、クロボンはあれない。じゃあ4人でこの後コーヒー飲みに行きましょうか。その前にちょっと、あ、まずは大事なタヌポートログインがありましたね。今日は特にみんなマイルを交換する予定はない。交代で
7日が続いてますね。そして今ちょっと眠いんですよ。その他にも昨日ほどなんか直前にいっぱい起こったというわけではないですし、あとなんだかんだ動機もできてない。1万1000円のではいこれで動機とはちょっと言えない。あ、このアイスの壁紙、ホッケー君の置き土産ですね。しかアップデート直前、アップデート前までは色違いのマイル家具とか限定家具って住民さんの引っ越しでしかこう一人プレイでは得ることができないって言われてたんですけど、本当改造さんは救世主ですね。あ、出た、程よい枝。これは誰か覚えてないな。今ミッチェルさんから来てましたね。提灯セット、これも誰か覚えてない。禁断の祭壇も誰か覚えてない。みやびさん、金の豚の貯金箱もなんかレア物いっぱいだな。アイスの壁紙もバタークリームさんに預かってもらうから、よし、どれか一つ覚えてないかな。これは豪華な額縁もらう。提灯セット覚えてる。禁断の祭壇覚えてる。程よい枝を覚えてる。あ、これ覚えてなかった。あ、オレンジパンとケーキ覚えてないんだ。よしよし、じゃあ後でバタークリームからもらいに行きましょうか。バタークリームから順に。手紙は、たぬきの置物は持ってるね。禁断の祭壇、提灯セット、よし、程よい枝、引っ越し段ボールの L、こうか。ただついでに手紙も見ましょう。うん、ジュリー君、ジュリーさん、大好きなクロボン君へ。君の部屋で使ってほしい壁紙を見つけたよ。この壁紙を貼れば一人で寂しい時もいつでもジュリーを近くに感じられるはずさ。君のジュリーより。キザだな。上手紙書けないわ。あ、えい、よし、また後でヒーロー。今のエイで同期できるでしょうか。なんかもう同期もうあれですね、マイク買った方がいいかも。まだ iPhone で別撮りなんですよ。程よい枝も禁断の祭壇も新しく覚え、引っ越し段ボール L は持ってたんだ。じゃあこのアイスの壁紙を持ってもらい、ボダニティカルタイルの壁を持ってもらい、デコポンが手紙を取る。シュバレツよ、デコの字。雨降りってのもたまにはいいもんだぜ。汚れも洗い流してくれりゃ雨上がりには虹も出るってな。まあそうは言っても気分によっちゃ憂鬱にもなるだろうから、その時はこれでも作ってあげていけよ。じゃあな、シュバル強い。録画失敗したからって落ち込んじゃいられないですね。本当は昨日の分の撮れてる音声だけでも残そうと思ったんですよ。でももうかったるくて、せっかく一週間続きそうなところで、こういう
なかなかな失敗をしてしまって、実況者さんもこういうあちゃーっていうような失敗したのかな。よう乗り越えていってるな。乗り越えるもんですよね人って。ちょっと喉乾きました。すぐ喉乾いちゃうな。あととっても眠いのでこの後ちょっと寝ようかなって思うんですよね。でも今のうちにこうやって収録をしておくと、ありがとうございます。今のうちに収録しておくと夕方になった時に家族の邪魔にならないっていうか、言うて私も結構声を上げますからね。よし、これでみんなオレンジパウンドケーキを作ったことになりました。これ、これ、よし。まあこんなもんか。ここで赤花の子にバトンタッチをして朝にして、そしてまだ起きてないマーサさんにプレゼントを渡して終わりましょうか。本当は今日ペチュニアさんの別荘を作る予定だったんですけど、フェスが開催されてるときっとあっちの会場に行っちゃいますし、もし現実でフェスがあった時に別荘作りませんかなんてお仕事の提案をされるとちょっとテンション下がると思うので私はやめておきます。またフェスが終わった明日とかですかね。じゃあ一旦切り替えます。はい、では明けまして朝です。これじゃなかった。植木を押してパチンコか。せーので、はい、せーので、はい、せーので、はい。マイクを使ったら同期しなくてもいいんだろうな。でもとりあえずこの間まではゲームキャプチャーボードだけは絶対買おうと思って決心してたので、まだちょっとその熱が入ってるんですよね。なんか売るものなかったっけ。特にないか。じゃあ高額買取品を見つつ、あと株価を聞きましょうか。でちなみに昨日の株価、3日の株価は午前が54ベルになってました。で午後は計測してないです。なんかもういろいろと、あと住民さんにプレゼントあげる時の会話や豆粒さんたちと話す時の会話はもうガンガン飛ばしますね。結構何度も見る会話になると思うので。ラタンのタオルバスケット全色持ってたっけな。ここもこうやって飛ばすとスムーズですね。なんだかんだやっぱスムーズがいいのかなって思います。やっす。おそらく昨日49ベルとかだったんでしょうね。昨日の午後は一度もう山はありましたから、あとは下がっていく一方ですよ。カルパッチョも大丈夫。これはちょっと一応リメイクあるかどうか確かめてみようと。タペストリーどうでしたっけ。壁掛け、2種類しかないですね。1056ベル程度なら買おうかな。
あとこれは持ってないな、ノルディックのチェア。なんか子供用椅子に見えなくもない。多分色のせい色のせいだと思います。これは猫草か、猫草。うん、そのまま植物としてもいけますからね。シュンシュンとした草だけではあるけれど、今日動画時間が長くてエクスポートに時間がかかったりすることを家族に相談したら、動画時間がさすがに長いんじゃないって、 2,3 時間は長いでしょって言われちゃいました。確かにそうだけど、この動画ってまず私日刊好きなんですよ。毎日こういうことがあったよっていうのを日記にしようと思うこの企画ですし、でやっぱ動物の森ってテキパキ進めるよ。何あー話そうと思ったけど邪魔しちゃ悪いか、急に走るもんだから。ペチュニアさんはもう写真もらったけど、今日まだトントン見てないから扉をトントンしてお邪魔します。あ、トントンしてる。おはよう。明太。あ、そうそう、昨日リアーナさんとの会話でペチュニアさん口癖が明太になってしまいました。明太子が流行る。まあ流行っていいか、美味しいから。陶器のシャグはもうみんな覚えてますね。明日ペチュニアさんに、え、ああ、アルボダも失敗だった。あとちょっとやっぱ一言一言早いですね。私のんびり話すといいことがあるみたいってこの間何かで聞いたな。マサさんおはようございます。これどうぞ。何回も笑ってもこうやってお礼を言ってくれるからありがたいですよね。しかもお礼までもらっちゃって。トントンは見た、でプレゼントもあげた。あれもう今日終わりで、やかこの赤鼻の子ちっくり。大事ですね。ちょっと暗示ですけど、倉庫にいくつか物をしまいますね。これはいっか。サンゴとサンドダラーとノルディックのチアとタペストリーはまた明日リメイクするようで、そして明日の分の準備も今からしましょうか。ドアプレートを2つ取りもう包みます。あ、そして明日はピースくんがやってくるので、ヤシの実も3個に分けて手紙に添えるように準備しておきましょうか。そういえば手紙を制作した日記はあげましたっけ。何日か分、28日とかそのあたりにあった気がする。あ、身の盾派来る、ないか。あ、金バラに反応した。せい。ほんともう今日こんぐらいだな。あ、なんかマイル達成してるから忘れ続けてて、何達成してる？ああ、やった400だ。うん、今日は赤鼻の子ぐらいですね。じゃあ
デコポンにバトンタッチでいいのかな、なんか忘れてる気もするけど、じゃあバトンタッチします。こんにちは、デコポンです。1,2 のはい、 1,2 のはい、 1,2 のはい。青空綺麗、また快晴の日って青が綺麗ですよね。現実でもこの日のお散歩、こういう日のお散歩ってとっても気持ちいいですよ。ただちょっと私割と目がこうクラクラしてしまう方で、こういう天気の日はとっても大好きなんだけど、しばらくお散歩してると疲れてきちゃう、疲れるのが早くなってしまう、その体質なんですよ。だからまだ日光に慣れてないヴァンパイアタイプですね。ヴァンパイアみたいにかっこよくはないです、そこのとこ間違いない。サブキャラだから、今回は大若葉まだ捕まえてるっけ、うん捕まえてるね。あのジョニーさんを起こしてアサリを拾うミッションをやっていきましょう。の前にまず誰かトントンしてるのいないかな。マサさん、トントンしてなかった。これ昨日話題にありましたっけ、ラーメンクレープ。なんかディッシュ&スイーツ的なものがありますよね。私はちょっと別々に食べたい派です。ラーメンならラーメンで、クレープならクレープで別々に食べたい派です。シオンさんに話してみましょうか。なんか作ってる？あ、作ってる。先ほどカーブ、赤鼻の子が買ったノルディックのチェアはこれですね。おはようございます。キャロットラッペ、確かもうみんな持ってる気がする、確かね。一時期こうやって誰かが作っててみんなで突撃した覚えがあります。あ、ヤシの実ってる。渡す渡す。探検服。じゃあお料理頑張ってください。お料理って作った時間に対して食べる時間が圧倒的に早いですよね。いっぱい頑張って作ってもほんと食べるのってあっという間だし、だからって食べるのを惜しんでずっとそのお料理そのままにしてると腐っちゃいますし、傷んだり。あれ、なんで入ったんだっけ。まあいいや、話せるから。これもらってください、ヤシの実。この島に常駐をしてほしい住民さんとの会話はいつもこの物をあげる会話なことが多いので、ちょっと普段はどんなことを話すのかっていうのを聞いてみたいですね。とはいえもうプレゼントを渡した後は普通の会話になるので、2回目以降の会話はみんなと同じくなんか雑談が。ちなみにデコポンのマイルは、あー、そういえばさっきみんなで解散するって言ってたけど結局カフェ行ってないな。まあ覚えただらでいいから今日行かなくていいか。うん、あ、おはよう、うん、こんにちはか。これあげる、どうぞ。その服かっこいい。デコの字、呼び捨てになってる。
まあゆっくりやっていきましょうか。果物をと思ったら赤鼻の子果物の補充忘れてる。大変。果物がなーい。大変だ大変だ。果物がないっちゃない、あるっちゃある。でもリンゴ10個取るん、これは致し方ないかも。この豪華な額縁噛む、豪華な額縁売ってしまわないように物置に入れておきましょうか。あと木のトントン、今日また木材が取れると思いますし、1、2、3、果物の木じゃなかったら蜂の巣が落ちてくる可能性があるので、そうむやみにトントンしちゃ危ないですよ。1、2、3、このハムシがいるな。ちっちゃい魚影がありますね。あとデコボンが釣ってない魚は、魚は何があるんだろう。ん？あ、あと2種類か。これ今釣れる。キングサーモンと、ここはレインボーフィッシュですね。この大きさはちょっとその可能性があるので、釣ってみます。下こうか。5回目は確実です。グッピーだ、いいですね。今なんかいたような。これは鬼じゃないな、銀だな。トントンしたっけ？息足りない。せーの、1。今の1のタイミングでも動機に使えるかな。あとは何があったっけ？果物を売るのと、草を取るのと、置いて、またジャスティン君が来た時のために、今朝、昨日はジャスティン君がお客さんだっていうのはギリギリ証明できましたね。あとコーヒーもあるけどな。岩たたきとコーヒーか。まあまず売りに行きましょう。あとデコポンでパニーの島に行って常吉さんの美術品を買いたいな。あと株価も聞いてみましょうか。うわ低い、5ベル下がってる。40と。よし、今日の分の株価の記入は終了。ちょっとテーブルが片付きます。買うものは特にないね。じゃあ、イバタたちとコーヒーか。コーヒーはいろいろ終わった最後に飲みたいな。あ、ドクくん。テンションだいぶ治ってきました。
失敗しても時間は進みますし、取り返しのつかないものはつかないですからね。それにこういう会話ってもうそれ以降普段は残らないものなんですよね。あれ2回目で起きた。ここも初めてこの動画に載せるので、ちょっと今飛ばしてしまいましたけど、飛ばさずに読んでみましょうか。鳥だけに。割と日本人って上空で静かになるタイプですよね。むしろ日本人のツボってなんだろう。シュール系。現に私も今のダジャレ、よく父がダジャレを言うんですけど、本当ダジャレですよね。シャレで笑うのはとても気分が高揚してる時だけ、笑おうと思った時だけとか、てか笑うことに関してこうやっていろいろ深く考えるもんじゃないと思うんですよね。脳を空っぽにして笑うのが気持ちいい笑いだと私は論じます。あとデコポン、この格好雨用なので、まあ結構雷が鳴った人がずぶ濡れでしたし、服を乾燥させるっていう意味でもこの帽子とか服は着たままでもいいかもしれないですけどね。ついでにこのスコップのまま岩畑に行ってみようかな。あ、ジュリー君、おっす。ジュリーもデコの字って言っていいんだぞ。ライダーズ、ライダーズじゃないんですね。ライダーのって言う時はライダースなんだ。うん、なんかボンテージなんとかに似てますね。風船の音。あ、真ん中。ああ外れた。真ん中、真ん中でもないな。真ん中行ったらエクセレントだと思う。今朝は赤鼻の子が木の方で叩いたから、デコポンはこっちだ。2、3、4、5、6、7、8。美味しいけど、そういえばデコポンはもう一つやりたいことがあるんでしたね。離島に行って美術品を買ってくる。でもそれは他のサブキャラでもとりあえずできはするから、今岩叩いちゃったし、でデコポンはこのままジョニーさんのパーツ、スマホのパーツを探し、でありがとうって言われた後にコーヒー飲んでマイル受け取って終わりにしましょうか。どうしよう。行きます。やめます。外したからやめます。閉まらないなあ。ああ、あ、閉まらない。それにコンプリートする時の格好がこれ。まあデコボンらしいちゃらしいけど、虫が出てくるのって不意ですからね。あ、ちなみに赤鼻の子の最後の虫はセミの抜け殻でした。あ、
ップデートが入ってからは割と見つけられる可能性は高くなったと思うんですけど、以前はもう激レアでした。サソリやタランチュラよりも激レアだと思います。今何個？ 3。 あ、5000ベルゲット。これなんか長い気がするな。下側か。引き返しているかな。あとピンクのヒアシンスがここに揃うまであと2本なんですよね。もうここの2本を引きちぎってつぼみにして、で生やすでもいい気もしますね。したらもう楽かもしんない。そうしましょうか。今思いついた。じゃあこうしてこうして2本取り、ここに生やして、でこれとこれを詰めば明日にはつぼみになってます。うん、録画取れてる。もう昨日の一件があってからかすごく慎重ですよ。機械ってちゃんと動かさないと人間の思い通りにはなってくれないんですね。ちょっと大きいような、見てみましょうか。切ってみましょうか。でも今モニターでプレイしてるから、まあ大きさは鮭なんだよね。もしや、これはキングサーモンだ。美味しいんでしょうか。釣れました。ってことでデコポン最後のお魚はこいつ。ただこいつレインボーフィッシュすんごい確率低いんですよね。でさっきグッピーを釣れたようにちっちゃい魚影なんですけど、いつまで釣れたっけ。キングサーモンもさっきも今月限定なんですよね。で海の幸は全部捕まえていて、虫はあとさっきスカブったモンキチョウだけです。だからもっとなんならスーツとか着てちゃんと身なりを整えてから捕まえたいんですけど、なかなかそうはいかないですね。あとキングさんも今釣りましたけど、特にお料理は思いつかないですね。引っ越しの提案だと怖いな。そろそろ誰かが引っ越しのモヤモヤを考え続ける日だなと思って、流動枠の住民以外がモヤモヤ出してたらできるだけ話さないようにしてしまう時期なんですよ。ちょっとナーバスです。あと2個なんですけど、あと1個。あれ5個、揃った。どうぞ。ベリーベリーサンクス。画面割れてますよ。ありがとうさんです。
任務終わったから、パニーさんの島に遊びに行くのはバタークリームにしようかな。でついでに運勢も占って金運が上がればしめしめだななんて。あとなんかプレイしてて編集してて思ったんですけど、バタークリームの影がちょっと薄いなと思うから、ちょっとバタークリームに活躍の影を、活躍の場を与えようと思います。おはようございます。わーい。よろしく。入れないでってしたいけど入れたいです。ご好意に甘えて。ここの喫茶店に来るとマスターの動作がゆっくりなのも誤って眠気が。いただきます。熱い。まろやか。しかし私はコーヒーが飲めません。コーヒーの豆苦い。ミルク入れても砂糖入れても苦味が消えないです。いただき、64万達成です。300、600、1000、1200、1500、1500マイルゲットです。じゃあ、バタークリームにバトンタッチしましょうか。パニーの島に行くってことを忘れないようにしましょうか。変わりましてバタークリームです。なぜか ZR を押す癖があるな。1,2 のはい、1,2 のはい、1,2 のはい。3発が安定ですね。タイミングを測りやすいです。あ、どうしましょう。話そう。なあ、はい、2回目で登場、バタークリームです。1,2 のはい、1,2 のはい。今おうちみちょっとおうちに注目してください。1,2 のはい。飛んでいった石の影が見えますね。細かいですよね、影の設定。まさか引っ越しの相談をされるとは。嫌ですよ。忘れないうちにお兄さんの島に行っとこう。それが優先かもしれないですね。もう文章も飛ばすって決めたら割と手早く済むと思います。ああ、今日シュバルツが引っ越しを悩んでしまう日なんだ。話してしまったな。じゃあさっきデコポン編でジュリーが悩んでたのは特に引っ越しの相談ではなかったんだな。 GO! あと今バタークリームが来てる十二人絵を見て思い出したんですけど、現実ではああいう立派な服、立派で豪華な服を着ると重いし、そしてお腹に着付けかなんかするんでしたっけ、こうぐるっと巻く。だからとても快適ではないみたいですよ。おしゃれって大変なんですよ。まあみんな重々分かっていると思うんですけど、これは真ん中がまだらのイタチっぽくなってるから偽物だな。よし、これで買い占め成功。あと髪型も変えてみましょうか。
にしたい。若ザリ取って、なんか十二人絵で噛み切るのはなかなかハードだな。わあ、でも似合う。でもあんまりってしちゃってます。戻してお願いします。この技術が現実でもあればな。クリーマーの髪型にはしないかも。あれ？まだバタークリームはことぶきさんと話してないから、いつものことぶきさんになってますね。あのどんどんぐりはいないんだ。でもハキミーさんになら占ってもらったことがあります。運勢を知りたいです。こうやってなかなか話すことは今までなかったから、 2,3 時間ぐらいずっと喋り続けてますよね。編集で短くなってるかもしれないですけど、だから適宜水分を見ながら水分を飲みながら、しかも加工しちゃう。じゃあお話してもらおう。ですが、今のハキミさんの一言でこれずっと続けてましたね。区切ることなく、どうしても災いから逃れたければ私がお払いをして差し上げるともできなくはありません。これも一言ですね。とても強い力を使いますのでお電話しとても強い力を扱いますのでお値段はとても強い力を使いますのでお値段は少々張りますが、いかがでしょう。お願いします。咲いた岩沢、咲いた岩沢してください。特にも運勢が悪い日もいいでしょう。今までは間違いなくリセットしてましたけど、あのゲーム実況する上では葛藤の手前になりますからね。それやったらもう加工でもいいですよ。もう思考というかプレイスタイルも変わってしまったな。よし、OK。 運勢は良くはならなかったけど、まあいいでしょう。なんとなくですけど、リセマラしてればするほど運勢が加工することが多い気がする。まあ絶対気のせいだと思うけど。よし、じゃあ改めまして、バタークリームが今からできることは何だろうな。水やり、ものづくり、岩叩き、あとちょっとしまうものがありますね。水やり、ものづくり、岩叩き、あ、話そう。お願いします。あとピンクだけだな。ということで、このピンクを贅沢に使って、ここもピンク色を狙うように、この6マスを水やり、あとそろそろこの赤いじょうろも使いこなれてきたから、
リメイクしちゃいましょう。ピンクで。麦畑も普通に横切っちゃうな。水やりなんとか岩叩きなんとかものづくり。じゃあここの6輪いただきます。5、6、1、2、3、4、5、6と。で、岩叩きの会場に行きましょうか。このヤシの実はまた果物ミッションが出た時に1個ずつ植えていく予定ですから、お楽しみ。金バラのリースが出るま、青バラか、青バラのリースが出るまではこのバラのカンブリーブルーも登録しておこう。手軽に作れて売り値もそれなりにありますからね。トーンで。そういえば、ああそっか、もうバタークリームは虫コンプしてるんだった。まだ大丈夫か。あとできることといえば、住民さんのトントンが誰なのかを突き止めて、しばらくは外で引っ越しのこと考えてますし、いざ鼻に反応する。わあ、2つ。おかえりさんもゲッツ。今風船の音が聞こえた気がしますが、あ、ライト遠くでも聞こえるんだな。ペチュニアさんはもう作ってるの見たから見ないようにして、この2人もいないってことはもうペチュニアさんが作ってるな。じゃあいいや。あ、出た、どんぐりのラグ。新しいどんぐり家具、どんぐりラグと。どうも、どうも、シモさん。持ってたっけ？持ってる、いっぱい。どうぞ。ブリキのペールはリメイクなしです。アプリケさんも、こんにちは。あ、DIY のあのお料理もらったんでした。オレンジパウンドケーキ。あ、あの人ですね。毎日どこかに流れ着いてるかもしれないです。忘れてた。あ、会話大事だな。この間しばらつさんにあの北の浜辺に爪吉さんの船が泊まってるっていうことを教えてもらいましたし、今日はやろうと思ってたジョニーさんの
お船ミッション、また忘れてセーブすること、セーブするところでした。あと私ちょっと喋りながら口がとんがることがあるんですよ。これは喋っていてちょっと噛みそうだなっていうのを防止するために、なんか無意識でとんがっているのかもしれません。自分でそう思いました。おう、2回目以降はこういう会話になります。親切な方が現れ、通信装置のパーツを集めてくれて、おかげさまで修理できたんですよ。修理できたんだけど、オーマイゴッシュ、もろい。ただ同じミッションをサブキャラでもできるっていうのがありがたいですね。親切なスマホです。あ、ここからは一緒か。はーい、これが終わったらこのスコップとパチンコはリメイクしよう。泣かないつもパチパチしてるからな。長い気がするけど、長いかな。鈴木サイズに見えるな。これはこっちか。あれ、アサリだ。で、これはタイサイズかな。釣ってみましょう。まあタイとは限りませんけどね。タイヤでした。ジュリーさん話したい。どうも、これをどうぞ。なんか誰か着替えた。フードショップのユニフォーム、今着てるその服とか。てかこんな服あげたっけ。似合ってる。子供さんも見てる。あ、寝てる。これで3だね。4。そういえばシュワルツさんが考えるのをやめている。話しかけるなら今のうちかも。これどうぞ。ヤシの実。作業機。あと一匹が見つからない。あ、いた。ただ。あ、すぐでした。せっかくだから登って。5だね。草も取り。どっちかが逃げるな。どっちも逃げる。あれ、そうでもなかった。これはまあまあか。ジョニーさんに渡し、コーヒーを飲みましょうか。コーヒー飲んで終わりかな。あ、コーヒー飲む前に、ジョニーさんに渡す前にまず売りましょう。ここで売るとスムーズなんですけどね。どうしましょう。私ベルに特にこだわりないので、ここで売ってもいいっちゃいいな。
高いものは売らないですけど。うん。まあ売ろうと思ったものもあるし、風船も鳴ってるしで、脳がマルチタスクを、しかもまだ話してないマサさんもいるし。そっち？逃げるプレゼント。マサさんおはよう。おはようじゃない、こんにちは。わかる、言われるためにわかると言いますが、私も今現に眠いです。まだお昼のいい時間帯なのに。やっぱり店で売ると、店で売るのが一番だな。その代わり文章を飛ばさせてください。こうやって。これアサリは取っておきます。アサリと雑草は取っておき、ここは大丈夫ですね。うん、せっかくの4万4千ベルはケチりたくないですからね。むしろ時間をかけずに時間かけてでもこうやって豆吉粒吉に売りに行くのは逆にケチなんでしょうかね。まあこのゲームにはあんまケチとかそういうのはないかもしれないですけど、うん、眠い。このまま黒本までいけるかな。黒本編取り終わったらちょっと仮眠します。ご飯食べないと眠くなっちゃいますね。よし、あ、さらに何か達成。コーヒーを飲んで結果を見てみましょうか。でまたミイロタテハがいるし、あ、座ってる。座る。こうか、うん、こうか。拡大すると、だからこうしましょうか。また風船の音が聞こえる。風船って探そうとするとなかなか見つからないですけど、探さないようにてか風船どころじゃないいろんな毎日送っていると、風船って割とすぐ流れてきてるようなイメージがあります。私だけでしょうか。いいえ誰でも。小玉でしょうか。いいえ誰でも。個人的に飲みに来ました。飲みに来ました。もうこの言い方って なぜか知らないけど、日本人的に、いや、飲みに来たっていうのはなんかお酒を飲みに来たみたいなニュアンスがなんか脳裏についてるんですけど、私だけでしょうか。いいえ、もういいや。わあ、ありがとうございます。よろしく。でバタークリームにはバタークリームを入れないんだね。もうブラックだろうな、あのコーヒーですね。苦そう。さっきは確か 80.33 度でしたっけ、覚えてたら。十二人でコーヒー飲むのは怖いですね。こぼしちゃったら、口から一滴こぼれちゃったら。
ごちそうさまでした。じゃあマイルの確認を。300マイルと200マイルをいただいて、この2つはまあいいかな、もう結構中にいるし。ゴミを、お、20個釣りました。もったいない廃棄物。そして次に頼れるライフセーバー、あ、結構助けたみたいです。20回シーズンオフの渡り鳥。あー、これに関してなんですけど、私また一から自分の島を持つ、そのサブ島で過ごすっていうことになったら、このマイル、タヌキマイレージでもらう、なんか、肩書きのペアを収録してみようかなって思うんですよね。最初から。それをこうやって一覧に、動画にできればな。私も助かる。みんなも助かる。なんか、どんな肩書きがあったかなっていうので、参考になると思うんですよ。あと他にも、ハッケミーの占いの種類をまとめたりとか、時間と労力と収録方法と、ただ私のこの iPhone の音声別撮り方法は割といいかもしんないけど、まあそっか、もうちょっと動画作りに慣れたらやってみようと思います。では黒本にバトンタッチします。こんばんは、黒本です。また間違えた、上ボタンでこうか、1、2の、はい、1、2の、はい、1、2の、はい。いずれ壊れそうだな。でも最近リメイクしたからまだいいや。ハエつかないですね。黒本ができるのは何だろう。物売り、着替え、物作り。物売り、着替えに物作り。じゃあ、行きましょうか。まず、鮭いない。これは鮭じゃないな。7、8、9、10。これで30本。よし、集まって。どんな格好に着替えよう。まあ、今は晴れてるし、普通の格好に着替えよう。普通とは言うけど、黒ずくめなんですよね。このケミカルウォッシュデニムに、黒い服。長袖がいいな。ノーカラーシャツシンプルで好きです。靴が、まあ、これかな。ウィングチップのシューズ。リュックはどうかな。今の時期ちょっとまだ暑いですから、絡まなくていいか。夏にリュックからと蒸れますよね。あとは、ものすごいか。よし。できました。二つできたけど、あとは、これ売ればいいのか。つまり、ちょっと、トントン見ていいですか？あ、座ってる。すぐ反応した。ゆで卵の匂い。このソファーいいですね。あとアップデートであのサンドイッチ自体は作れるようになったんですけど、手持ちで持てるというわけではないんですよね。それに住民さんが時々持つスムージーも、この主人公は作ることができるんですけど、作ったら一気飲みするんですよね。なんかちょびちょび飲むんじゃなくて、ヨシの実をあげる。リーダー、リアナにとっては黒ボンはリーダーみたいです。
レインコートもらった。黒だったら欲しいかも。レインコート着て雨の日に繰り出せばもう無敵というか、思いっきり傘ささずに撃たれていっても平気みたいな感じでしょうか。まあここの分もでガンガン飛ばしていきますよ。ペースが速くなりますから。これも動画時間をできるだけ節約するためのエクスポートの時間を短くするための交流なんでしょうか。こういうセリフだなって、何を言ってるのか分かるかなっていうのが分かってるセリフは私飛ばしますね。ちょっとここ掘っていい？はい、よし。あと私できるだけ今眠気をなんとかこらえて実況撮ってますけど、私眠くなったり寝起きとかだとすんごい不機嫌なんですよ。まだ眠いのにっつって。皆さんはどうですか？眠気に打ち勝てますか？打ち勝てるあなたはすごい。打ち勝てないんですよっていうあなたは私と同じ、きっと共感できるでしょう。あ、ペチュニアさん、明太。今日今ちょっと外は曇ってますね。ここ最近はまた程よく雨も降るようになったので、乾燥もしないというか、私お家の中にいる分には雨の日大好きなんですよ。みんなもそうやって言ってて、あ、私も私と一緒なんだって共感できて ほっこりしてますけど、なんか雨音っていいですよね。室内にいる分には外に出るとちょっとか傘を差しながら大変な思いをするかもしれませんけど。鮭？これ鮭？鮭？でも鮭にしたらちょっと大きいような。まあ、釣ってみなきゃ分かんない。あ、これはイエイ。ん？これはやったー。うんうん、釣れました。酒も釣ったし、キングサーモンも釣った。いいね。マイルは？あと売るか。の前にパーツ集め。すごい散らばってる。あ、もう集めちゃった。よし。よかった。あ、話そうと思ったら、マサさん、こんばんは。答えてくれた。いいですね。あ、ふぅって聞こえた。こんばんは。あ、そっか、話したんだった、プリケさんとは。で、いいな。よし、これサブキャラ3人。あ、心ボボン同時に達成か。まずマイレージプラスの分の受け取って、300、600、900ですね。この2つもどうせなら今外にいるからやってみようかな。ベルもいっぱい持ってるし、果物、あ、果物ないな。あ、10回目は万年迷い子。これはジョニーのことを指してますね。ちょっと今から果物を売って、なんか5000ベル分のお買い物してきます。果物、ヤシの実、
のしゲット。とりあえずのしだけで6000ベル、嬉しい。で、何かを、まあ困ったらリメイクキットだな。あと、そうだ、思い出した、木の苗を5個買っておきます。というのも、これまでのマイルミッションで赤鼻の子のお家の前、一番最初の子、赤鼻をつけた最初の子のお家の前の、あれはウッドチェストでしたっけ、アイアンウッドチェストの上にあるこちら、この木の苗がもう残り5個だったのを思い出して補充します。あとちょっとベルをしまってこよう。1万しまって、まあこんなもんでしょうか。広いな。座れる、ここ。あ、座れた。では350マイルをいただいて、でも今日は終わりにしましょうか。パニーの島で美術品も全部買った、みんなのマイルも受け取った、ジョニーも3人分やった。で、明日、新しい住民ピース君を迎え入れるのと、ペチュニアさんの別荘を新しいというか、お仕事の島の方で作っていきましょうか。今日はちゃんと動画撮れてるかな。まあ、撮れてなかったら仕方ないし、撮れてたら嬉しいです。じゃあ今日はここら辺にします。ここまでありがとうございました。ではまた明日。